皆さん、マイロニューヨークでビール飲むりやってるよしです。Hello, everyone. I'm Yoshi. I'm Bia No m r e in New York. 本日もやっていきましょう。2 m i n u t e s b ア a Talk 今日のお題は苦味です。苦味はですね、ビールにですね、複雑なえ風味を与えていると思います。ビールのですね、苦味を数値化したのがですね、IBU と言われるもので、インターナショナルビターネスユニットを訳したものです。 ビールはですね、だいたい5から 100IBU で例えばですね、日本の札幌ビールは 18IBU だそうです苦味はでもともと毒のあるものを示す味として認識されるので甘みや、ね、塩味に比べてです、ね、約1000倍も感じやすいそうです 苦味がです、ね、あんまり好きでないっていう方も多いと思いますが、えー、僕は、えー、苦味大好きです苦味にはですねその疲れたこの味覚をですね、まあ、リセットそして、えー、リフレッシュしてくれる効果もあるそうです自分の頃は意見ですけど苦味をが好きになるとあの味覚の幅がすごく広がるかなというふうに思います皆さんは苦いビールお好きですかそれではまた